俺カップで食うの初めてかも。うまし。なんか最近ちょっとファンの人とコミュニケーション取ってたっけ？ん？最近ファンの人とコミュニケーション取ってたっけ？いやちょっとバタバタしてるからね。ね。コメントとかは見てるけど。どうですか皆さん？最近はいかがお過ごしですか？どうなの？なんつってる？なんかうるせえって言ってる。いつも通りやってるって。でもさ、今さ1月のま、もう2月か。うん。大学生とかはだから休み入ったんか、そろそろ。ああ、そういう時期か。もうちょいで休みか。ってことは、今あれだな、うん、ティッシュある、ティッシュない。ここに入れていい？ダメなんでティッシュないの？ここにあったわ。いや、多いちょっとあれなんかな、楽器が終わって新生活がもう俺が欲しかったみたいなじゃないんだよ俺が欲しかったものに。1月、はい、いや12月1月ってやっぱ基本的に社会人の人は忙しいかなと思って。うん、どうなんだろうね。うん、やっぱあれからさ数年経って俺らの視聴者大体社会人説あるじゃん。確かに大学生高学年か社会人って説ある。確実に年齢差上がってるからな着実に年齢差してお前だけで年齢上がってないな。俺子供のまんまなんだよな。大人になろうかな。お前さすがにダンディーになろうかな。お前うん、どう路線変更する、どう。いいんじゃない、やってみていい。いいよ、やって。おもんまいとかそういうことじゃなく普通にそのやるよ。だダンディーなやつの方がモテんじゃん結局な。うん、でダンディーな人の方が結婚遅い説あるよね。あー、ない。なんとなくわかるわ。うん、一人で生きていけちゃうから、ね。なんかちょっとその一目置かれようとするからね。そう。わかりますよ。皆さんいかがお過ごしですか。いやさっきの俺やん。いやまんまさっきの俺と同じこと言ったよ。最近ねみんなとやっぱなんだろう。コミュニケーション。いやさっきのお前と俺じゃんどこがダンディなんだよ。カンティじゃん。やばいやばいやばい。カンティじゃん。カンティって言うの俺のこと言うだろ。いやみんなね忙しい中毎日頑張ってると思うけど、うん、本当にね冬なんで、うん、まあ風は気をつけて、うん、そして暖かい格好して寝てください、うんうん、おやすみなさい。ちょっと最後の方がよかったわ。そういうことでしょ、うん、配慮よ。確かにね。明日雨降るらしいんで傘持ってっていや、ババアの母親じゃん。傘持ってきなさいって名前書いて。いやでも言うじゃん。そういう発言もできるからね俺結局だから数多ある選択肢の中で、うん、あえて、うん、この発言をしてるだけだから、うんうんうん、ダンディーなのよ。いや他のキャラは何かある。いや何でもあるよ。何でも言ってもらえればできるよ。なんだろうな、頑固親父だったな。頑固親父。うん、うまっ。いや美味しいでしょ。うまこれ。美味しいでございますでしょ。うまぴ、うまぴじゃない、ヤマピーじゃん。いやそこじゃないでしょ。ヤマピーのピーじゃないんで今女子高生がピーでつけてるやつ。お前ヤマピーのピーはピーなんだよ。ピーっていうひらがなをみんな使ってるんだよお前。なんでヤマピーなんだよおじさんだ。頑固おじさんだから。頑固おじさんでそれは。だって言っちゃう。確かに。じゃ女子高生。うまぴ。うまぴ。俺じゃん。なぞってるだけじゃん。後ろ。いやでもちょっと合ってはいるよさっきから。確かにね。お前がいろいろ意味わからんことしてるだけだよ。
なんかピーつけると可愛くなる理論みたいなツイッターで見た。うん、確かにね。棒つけたら全部芋っぽくなる理論もあるけどね、こっちとしては逆だよね。うん、こっちはそれもやってますけど、わかる。濁音はだから絶対にいいんだから、芋だからね。ピーは逆に言ったじゃない、トミピ。トミピでしょ、カンピでしょ。カンピはやばくない、カンピはなんかいそう、歴史上にね、なんかね、出てきそう、うん、三国志とかで、うん、拙者どこぞのものありけり。どういうこと、自分がどこにいるか分かんなかったっていうこと。いや、分かんないけど、そういうキャラクターもあるよ。あー、お前の中にね。それやめた方がいいな。それやめた方がいい、普通に。本当に。いや、最近悩んでんのよ、いろいろ。何悩んでんの。 SNS どうやって使っていこうかなって。それ俺も悩んでるわ。悩んでんのよ、今日さっきもさ、あのインスタ投稿したんですよ、ちょっと、はいはい、一瞬空き時間があったから、この画像 TikTok じゃなくて、いや、TikTok も載せたし、インスタも載せたんです、うん、昨日トミーがつぶやいたやつをさ、うん、無断転載したのよ。まあいいですよ、これしか載せれないのよ、もう一枚だけ。うん、終わりじゃん。これなんですよ、何がインスタじゃっていう。ババアのなんか旅行やん。そうそうそう、呪われし旅行だよねこれ。コメント来てます、コメント読んでいきましょう。俺インスタライブやろうかな。やりなよ、もう今やっちゃえば。今やっていい、インスタライブ。どうやってやんだよインスタライブ。やり方わからん、ね、やってみ、ノリでやってみていい？うん、どうやってすりゃいいかわからん。カメラのアクセスを許可する。うん、一瞬やろう、一瞬カメラとマイクもいい、許可してあるね、うん、じゃあお前一人でやって。で、どうやってやるのかわからん、うん、で、いたらなんか二人でやってるから。で、お前はでも、お前も映ってたわ。映り込む、映り込む。あ、これには俺だけでいいね。そう、で、俺がなんかちょっとしに行くから。え、どうやってやるの。俺もやり方わからんよ、ライブ。え、でも、あ、やばい、そっち側が映っちゃうかもしれない。え、これってさ、今なんかお前映ってね、俺こうすれば俺が映る。やって、お前ちげえよ。どうやってんの。え、これできてる。こんにちは。やべえ、誰の声も聞こえねえ。当たり前か。目がなんかすごい、目から血出てる人がいっぱいいる。なに。ちょっと見てみる。あ、そっちと見てみて。はい、ここのなんか周りに女の子いますみたいな空気出そうし。なんかここのさ、どっち、君はどっちなんだねっていうさ、短い前髪が最近多すぎるんだけど、こいつなんかどうにかなんねんかな。なんでこいつはこんな短い状況で。そんなことないわよ。すいません、ちょっとね、お母さん来てて。こんにちは。はいはいはい、トミー。やってる、うん、やってる。え、何人ぐらい見てんのこれって。5000人見てんの。インスタライブすごない。インスタライブはすごいのよ。すいませんね、ちょっと今お母さん来てて。お母さんって言わないで。なんて言うんだよ、じゃあなんて言うんだよ。こんにちは。今、あのこれのサブちゃん撮ってました。これ美味しくないですか皆さん。僕これ好きなんです。いや、イメージと違う食い方しちゃった。あの、麺食べた後なんです。あの、普通にこういうスープが出ました、新商品を紹介するコーナーではないです。この動画残してほしい。どうやって残すんだろう。トミーハウスです。トミーです。トミー初めて見れて嬉しい。いや、俺のこと初めて見たのかい。よくトミーって分かったな。辛そう。蒙古タンメン食べた。食べたことありますけど、これ蒙古タンメンじゃないですよ、辛ラーメンです。
お母さんも出てきてほしい。お母さんちょっと出てないんですよね。お酢入れると美味しいです。なんかお酢ってなんか食べた時になんかうって なんないですか。即席麺の方が美味しい。それはわかります。こっちですよね。これですよね。これの方が美味しいのは私。トミーさん、はじめまして。はじめまして。あ、お母さんちょっとあれだから今インスタライブやってる。ごめんね。お母さんこれインスタライブやってる。すごい。ここ見ると映っちゃう。うん。で、腕でもいいよ。ちょっと公開しとく。はい。誰かバレるとちょっと事務所的にあれだから。あ、そうなの。うん。お母さんどういう設定なの。俺のお母さん大物女優みたいな設定なの。はいはいはい。教えまして。お母さんこれもうみんな見てる。私がお世話になってます。いや言うな、下の名前。下の名前言うな。すみませんね、ちょっとお母さん出てきちゃいました。コメントどんどん読んでいきますよ、僕は。はいはい、怪しい人いんな。ベリーショートお母さん、トミーママ、こんにちは。ブルダック食べてほしい。ブルドッグのこと。いや犬食べんよ俺。ブルダック、来月のトークライブは楽しみ。あ、確かにすごいですよね。親フラって何？帰る？そうそう、帰ろうか。あ、恥ずかしいから待って。うん、初インスタライブだから帰る。そうそう、俺もインスタライブしようかな。ん、俺もインスタライブしようかな。スタライ、スタライしようかな。で、レコードサブちゃん閉めないと。あ、すいません。ということでサブチャンネルでした。こっちこっちこっち。あ、そうです。こっちこっちこっち。ありがとうございました。マイメン。はい、さ。